ネセバルネセバルブルガリア内のネセバルの位置。西ヨハネアリトゥルゲトス境界線ウジュアライ。イオアン制度ネセバルの木造建築ネセバルの旧市街、ネセバル、あるいはネセブルは、ブルガリアの古代都市であり。現在では、海岸沿いのリゾート地となっている、ブルガス州の町、よび、それを中心とした基礎自治体。トラキア語での名称は、メネブリア。現代ギリシャ語では、メシンブリア。 かつての名称はメセンブリアである。ネセバルは3000年期を超える長い歴史に裏付けられた豊かな都市博物館である。ネセバルは国会で最も有名な観光地であり、リゾート地である。ネセバル付近には多くのリゾート拠点があるが、その中で最大のものは街のすぐ北に位置しているサニービーチである。ネセバルの古代都市は、 細長い人口の地境によって大陸部と繋がった半島の上に築かれ、その地形ゆえに多くの異なる文明による征服から逃れてきた。その豊富な歴史的建造物の存在により、ネセバルは1983年にユネスコの世界遺産に登録された。もともとは、紀元前1000年期に起こったメナブリアという名のトラキア人の集落であり、メガラから来たドーリア人によって、 紀元前6世紀初頭にギリシャ植民地となった。以降、重要な交易拠点としてアポロニアのライバルとなった。ヘルニズム時代の遺物にはアクロポリス、アポローンの神殿、そしてアゴラがある。聖堂、銀のコインが紀元前5世紀から金のコインが紀元前3世紀から鋳造されていた。町は紀元前71年にローマ帝国の支配下となるが、その後も 独自のコインの鋳造など以前からの特権は守られた。町は、紀元後5世紀以降の東ローマ帝国時代には、最も重要な要塞の一つとなり、東ローマと第一次ブルガリア帝国の間の戦闘が行われた。812年には、ブルガリア帝国のクルムによって、ブルガリアの支配下となったが、2週間の包囲の後に東ローマへと服した。864年には、 ブルガリア皇帝シメオン一世によって再征服され再度ブルガリア領となった。第二次ブルガリア帝国の時代もまた、ネセバルはブルガリアと東ローマの争いの的となり、ブルガリア帝国のイワン・アレクサンダル・ミカドの支配下で繁栄を謳歌したが、サボヤ・ハク・アメデオ6世率いる十字軍に征服された。1366年に町は東ローマの支配下に服する。 町のスラブ語名称であるネセバル、あるいはメセバルの名は11世紀以降使われていたことが明らかにされている。中世からの建造物には5世紀から6世紀にかけての古主教区、10世紀の聖堂、11世紀の新主教区、聖パラスケバ聖堂、聖テオドレ聖堂、大天使、ミハイルガウリール聖堂、聖ヨハネアリトゥルゲトス教会などがある。 町は1453年に東ローマ帝国からオスマン帝国の支配下へと変わり、町は衰退を始めるが、その歴史的遺物は保存され、また19世紀にはブルガリアの国会沿岸部で典型的な東ルメリア様式の木造建築の家屋が建ったことでその重みを回した。1878年のブルガリア解放以降は、ネセバルはオスマン帝国の自治州である。 東ルメリジ地州の一部となり、あとの1886年に同時地州がブルガリアに併合されたことにより、ブルガリア領となった。19世紀の末には、ネセバルはギリシャ人の漁民、ワイン生産者の住む小さな村となっていたが、20世紀に入ってからは、ブルガリアの沿岸ブリゾートのようとして開発が進められた。1925年の住民交換によりギリシャ人が、 追放されてから新市街が建設され、歴史的地区は修復された。ネセバルは、時に、面積あたりの聖堂の数が、最も多い町と言われる。これはおそらく事実に反するが、それでもなお、ネセバルに立ち並ぶ多様な聖堂は特筆すべきもので、ある。その代表的な聖堂には次のようなものがある。東ローマ帝国時代、ブルガリア帝国時代、オスマン帝国時代のいずれに建てられたものも、 ネセバルの聖堂群は、聖教会における重要な建築遺跡であり、初期キリスト教様式から、中世のクロスドーム様式への変遷の過程を見る、ことができる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ネセバルは、ブルガス州、ネセバル基礎自治体の中心である。ネセバル自治体には、ネセバルをはじめ、以下の町村が存在している。 ネセバル歴史地区のパノラマ画像。半島部によって作られる湾の対岸から望む。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。